YouTube スペースに行きまして、YouTube スペースでビューティーのラボがあって、で今は説明が終わってみんなご飯を食べてますけど、こんなご飯が動画とか例えば髪色100色にするとか、はい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 、髪だったり、肌じゃがいも、まあ全然やりたいな。なんて言えばいい。ビューティーラボのメンバーで、まあちょっと簡単に自己紹介してもらっていいですか。はい。メイク動画開けてます。4歳の子供がいるママです。チエです。ママです。チエです。お願い。リンリンです。原宿バージョンの娘だったか、ケラットのシンプロリッタバイクの動画もすごいですね。びっくり。由来のなんかいてます。なんかアイロンとかすごく可愛い。髪可愛いですね。色つけまつげもなんかメイクすごい可愛いですね。ちょっとやってみたいかもこういうのは。キラキラ。可愛い。今流行ってます。あ本当ですか。はい。すごい可愛いメールで、なんかあ収納収納ですね。収納猫の収納見たことあります。かわいい猫耳でリンリンとかシュペット、はい、かわいい。みんなが多分ご存知のくまみきさんですね。すごいかわいい。触っていいですか。今日は雪だるまの感じでなんかロシアってそういうイメージがあるらしい。なんかでかいファーボールをつけてるみたいな。どこで買ったんですか。これ原宿のスピンズで買った。スピンズ。ちょっと私もちょっと1回ぐらいかぶってみたいな。あ、いいですか。あ、かわいい。あ、でもなんか服装になんか似合わなくはない。かわいい。色的にあちょっと私も欲しいかもこれ。かわいい。あったかい。そう、あったかい。あ、いいねこれ。あ、すいません、あげないよ。ありがとうございます。じゃあ私もちょっとスピンズで見てみます。はい、ありがとうございます。イエーイ。久しぶりですね。長春さんですね。美容学生で、まあなんだろう、美容とネタやってます。うー、ピザースもこれやばいですね。ハッピーアワーと違っても、はい、めっちゃ食える今日、はい、やばい。夕食だよ、浮いた。イエーイ。はい、うん、美容、美容やりましょう。あ、そうですか。はい、初めまして。初めましてですね、はい、はい、吉成聡っていいます。はい、ちょっと最近メイクを始めて、男でまあメイク珍しいかなと思って始めました。すごい、びっくりした。動画流れてて。本当ですか。はい、はい、男でメイクすごいですね。そうですね。ちょっとアシアさん多分彫りが深いんで、もしかしたらこの期間中アシアさんのモノマネメイクに挑戦するかもしれないんで。あ、ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はじめまして、ね、はじめまして、味噌煮込みと申します。吉本で芸人をしておりまして、で YouTube の方も割と、まあ、全然素人レベルなんですけれども少しやらせていただいてます。だいたい服とかのことをいろいろ言ってます。ああ、ファッションとかの、そうです。さっき流れてましたメイクとか。あ、そうですね、メイクもちょっとやったりとか、まあ、全然知識はないんですけど頑張ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ビューティーの制作ラボのみんなです。イエーイ。あー、これまた同じだ。また同じ。はい、こんなことで YouTube の、ビューティーラボに参加させていただいて、これから多分そういう他のクリエイターさんとも動画作りますと思いますし、他のビューティーについていろいろ学べる機会でもあって、まあいろいろちょっと面白そうなので、はい、これからもぜひ見てください。じゃあねー。